はい、よろしくお願いします。今回は数3の関数の連続性丸2をお送りします。で、今回はこの3もやりますので、まず1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回からその連続性というタイトルのね、動画にやってるんですけど、まあ、前回ね、区間の問題だったんで、もうそれ問題は解ければいいみたいなスタイルでやったんですけど、まあ、ここで一回連続って何ぞやっていうのをちょっと確認していきます。で、シンプルに考えるんだったら、もうグラフがちゃんと繋がってるのっていうところ。連続でちゃんと繋がってるみたいな。例えば、2次関数だったら、まあ、原点通るんだったら、こうなれば、これもう繋がってますよね。で、今回の問題はね、x イコール0。まあね、原点では x が0か。の部分で、連続になってんの？それも不連続。つまり連続になってないの？みたいなのを調べます。で、今回このグラフだったら、ちゃんと0のところ、繋がってますよね。だから連続です。じゃあ繋がってないって何なんだっていうと、例えば、この x イコール0の部分だけ、今、原点通れば、x イコール0の時に y イコール0になってるはずだと。けど、なんかね、そのグラフのね、範囲とかわかんないけど、操作されて、x イコール0の時だけ、こっち、x イコール0の時は、y イコール1になりますと。つまり、ここの部分は白丸になって、ここまでグラフ使ってんだけど、ここはポンって1本いっちゃって、こっちになるみたいな。繋がってないんですよね。x イコール0のところで。こういうのを不連続って言います。繋がってないよっていう。いいかな？イメージとしてはこんな感じで思っといてください。なので、まあ、全体的にちゃんと繋がってんのみたいなのをチェックしていきます。で、1番とかはちゃんと解かなくても、もう fx イコール 3x 2乗でしょ？もう今のグラフですよね。思いっきり、この普通の2次関数の。絶対繋がってるじゃん。切れるわけないじゃん。別に何も操作されてないから。だから、もし途中式なければ、1番に関してはもう連続って言っちゃっても大丈夫です。大丈夫なんですけど、一応2番3番で使うちゃんとした解き方を紹介したいのでやっていきます。で、どうやるかっていうと、今 x イコール0この部分の連続か不連続かを調べたいんです。なので、まずこのね、与えられた式 x のとこに0を代入したものを出します。 f0 です。で、これは0代入するだけなんで、まあ0になりますと。いいですね。で、もう一個調べます。それが何かっていうと、リミット。今0のところを調べたいんで、x を0に近づけてください。その時の fx、つまり 3x 2乗です。これを調べます。で、結局、x を0に近づけるって言っても、リミットの時、代入したって OK なんだよね。分数とかになってなければ、いじらなくていいので、これも0になりますと。で、今、f0 と、リミット x を0に近づけたものの fx。これ一致しましたよね。イコールになりましたと。そしたら、これ連続なんです。まあ、x イコール0でって書いた方がいいかもしれないけどね。まあ、先生に合わせてください。これで連続である。これで終了となります。だからこれだけね、1番だけ見れば、何これ余裕っすかみたいな感じになるんですけど、まあ2番みたいにこのね、これガウスって言うんですけど、ガウスの記号が出てきたりとか、まあ3番みたいに無限等比級数が出てきたりとかもしてくるので、まあこの辺もね、対処できたらなと思います。じゃあ2番行きましょう。で、2番はポイントこのカッコですね。ここに書いてあるんですが、ただし、これガウスって言って、ガウス X、は、実数 x を超えない最大の整数を表すと書いてあります。で、ガウス初登場なので、ちょっと確認しておきましょう。ガウスです。で、これは何かっていうと、大体問題にね、この注意書きというか、こういうものですよって書いてくれるんですが、慣れておかないと、何っていう風になりやすいと。で、何かっていうと、例えばね、ガウスの中に、2.5 とか、まあ、ここコサインが入っちゃってるけど、これ入ったら、これ2なんですよ。2。どういうことかっていうと、まあ、数直線書いたら分かりやすいかな、一番。0、1、2、3ってありますよね。で、2.5 ってのがここになりますと、ここ。で、
2.5 ってここまでしか、まあ本当はこのやつおかしな話なんだけど、ここまでしか届いてない。その間、満たしてる部分の一番大きい整数なの。X を超えない最大の整数。つまり 2.5 って3まで届いてないんで、一番近いこいつを表しますよ。だから2、みたいな。まあ小数点が分かってれば、その整数部分、2.5 だったら2だし、5.7 だったら5みたいな感じにやると分かりやすいです。いいかな。だから、ちょっと練習すると、じゃあ 0.2 だったら、0.2 ってこの辺ですよね。この辺。まあこの部分だと。で、1まで届いて、届いてないから、これ0になります。いいかな。まあマイナス部分も同じね。マイナス1、マイナス2ってなって、ちょっとこれ消しちゃいますけど、マイナス、じゃあ 1.5 とかにしようか。1.5。そうすると、ここまで、こうね。よくマイナス部分になっちゃうと、マイナス 1.5、整数部分取ればいいんでしょ？マイナス1って行きやすくなるんだけど、左側ね。マイナス2。こっちです。こう満たしてるから、ここ使ってください。まあ、全体的に数直線書いた時の左側ってイメージを持っておくといいかなと思うんですが、まあ、正の数であれば普通にね、整数部分パッて取ってくれれば大丈夫なので、これがガウスになります。いいかな？じゃあそれを使ってやっていきましょうと。で、まあよく出てくるこのガウスコサイン X ね。ガウスコサイン X。で、まあ一番よくその、ただ参考書とかでも出てくる解き方をやります。で、この最初、範囲指定すると。自分で。範囲を指定する。どう指定するかっていうと、X を、マイナス2分の π、小なりイコール、x 小なりイコール2分の π。つまり、マイナス90度から90度の範囲で指定します。はい。で、これなんで指定するかっていうと、で、これ一応先書いた方が忘れるからね。もう一個、x、ノットイコール0。これも置いておきます。そう、これが大事。で、別にね、一周考えてもらっても構わないんですが、ちょっと単円で考えていこうか。グラフでもいいんだけどね。単位円書いたときに、結局今、x イコール0の部分で連続かどうかを考えたいと。ごめんね、グラフじゃなくてごめんね。で、この単位円で考えたときに0ここですよね。x イコール0っていうのは。で、ここで連続かどうかを考えたいんで、つまりこの付近、ここだけ考えれば別にいいんですよ。こっちとかどうでもいいの。今、連続に関しては使わなくても構わないと。だから、4分の π、45度ね。4分の π とマイナス4分の π って範囲を置いても構わないんですが、まあ、90度で置いた方が一番分かりやすいので、だからマイナス90度ゾーン、ここね。から90度ゾーン。ここまでを考えて、ここが連続かどうかを試そうぜっていう風にやってます。置き方としてはね。まあ、もしみんながね、使ってる参考書が同じ問題があって、同じ解説じゃなかったらちょっと申し訳ないんですけど、まあ、ちょっとこうやってやっていきます。で、こう置くとね、何が起こるかっていうと、ちょっと単位消しちゃいましたけど、じゃあ、コサイン X、いくつになるかっていうと、コサインってもともとマイナス1から1までしか取らないですよね。ただ、今、マイナス90から90に置いてしまったので、下が0で止まります。負の部分考えてないから、今。考えてないと。で、よく、ここね、だいたいさ、いろんな問題やっていくと、こうなるんですよ。で、ここが注意があって、ここがね、イコール入らないんです。こうなる。で、なんでか、ごめん。なんでかっていうと、これは x イコール0を外したんで、今。x が0が入ってれば、ここ1になるんですよ。満たせるんで、イコール入るんですけど、外しました。なんで外したかっていうと、x イコール0で連続かどうかを調べたいのに、x イコール0入れちゃったら、あべこべになってしまうと。外さないと、まず。2つを一致するか試したいからね。f0 とリミットに関して。リミット近づけるってことを今からやるのに、イコール入ってたらダメだからさ。なので、こうなります。いいかな？で、ここまで条件を置いたら、じゃあ調べましょうと。で、ここで F0。調べると、まず F0 は0を入れるだけなので、ガウスコサイン0になります。で、コサイン0っていうのは1ですよね。コサイン0とは1だと。だから、ガウス1っていうのはそのまま1で OK。1入ってるからね。はい、1になりましたと。じゃあもう1個。リミット、x を0に近づけたところの、ガウス、コサイン、x。で、ここがポイントで、今、コサイン x は0は入ってるけど、1が入ってないんですよ。つまり、どんな数になってるかっていうと、言っても 0.999 で止まります。1入らないから。
つまり、こいつは 0. 点いくつ 0. 点ほにゃららの。まあ、0は超えてるからね。0. 点ほにゃららってことはさっきやったように0なんですよ。ガウスがかかっちゃうと。だから、ここの0になってしまうので、リミットで x かけたときに、ここ0なんですよね。1が入らないから。だから、f0 とリミットかけたものが一致しなくなりましたと。つまり、f0、ノットイコール、リミットをかけた F0 にね、FX にね、となったので、よいしょ、不連続だよっていう、こういう風に解いてください。いいかな、まあこれがガウス、まあコサン X ですね。サン X もたまに出てきますけどね。で、ラスト、無限等位級数いきましょう。で、これに関しては F0 先にやっちゃおうかな。3番。まず F0、0入れてしまいます。で、これは、どこに書こうかな。ここでいいか。公比が1プラス X2 乗分の1ですね。まあ、初項は X2 乗になってますけど、の無限等位級数になっております。で、公比が、いいか。X2 乗0代入すると、公比が1なんですよね。1。でも初項がもう0になっちゃってるから、いくつかけてもずっと0になります。つまり、F0 に関しては、まあ、全部の項が0になるから0になると。まあ、これがいいんですよね。で、問題が、もう一個の方ですね。そのリミットかけるやつなんですが、まず、FX を簡単にしなきゃいけないと。このままだと勝負ができないので、で、以前やったように、この公比ですね。今、公比が、1プラス x2 乗分の1。これ、0から1の範囲に入ります。なぜかっていうと、まぁ、x2 乗っていうのは、まぁ、x に何を入れたとしても絶対正の数になる。2乗してるから。で、2乗してて正になってるから、分母がどん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 増えていきますよね。1プラスほにゃらで増えていく。だから、分母が増え続けて、分子が1で止まってるから、必ず、0. いくつの数になる。1を超えることがないと。だから、公比が0から1の範囲に入っていることがわかる。で、そうすれば、公式で、fx イコール、いきなり書いていいかな？いや、短くか。公式ですね。1マイナス r 分の a。これを使うことができるので、1、マイナス1プラス x2 乗分の1分の x2 乗とこうなります。で、これを整理していくと、まず分母から行きましょう。1を1プラス x2 乗分の1プラス x2 乗で考えます。ちょ、分母だけね。ちょっと後で消しちゃいますけど。こうなって、こうなる。これ分母。で、これまとめると、1プラス x2 乗、1引く1になるんで、x2 乗とこうなります。これ分母ね。で、まあ、分母、5分の3とかは3割る5って直せるので、x2 乗割るこいつになります。分子割る分母だから。そうすると、分母がひっくり返ることによって、x2 乗消えるんですよね、約分すると。だから、残るのが、シンプルにこれだけになってくれます。1プラス x2 乗。fx のね。で、今、これにリミットをかけるので、リミット x0 に近づけるところの、まあ、fx でいっか。ってやると、これに、まあ、0を代入するので、1になります。1。で、まあ、わかるように、F0 とリミットかけたもの。F0 と、ごめん。ノットイコール、うわぁ。リミット X0 の FX。これがね、一致しなかったので、右側入ってるかな、完全にピンポン鳴ってますね。ごめんね。入ってたらごめん、音は。不連続であると。こういう風になります。いいかな？なので、今回はこのタイプの問題解いても、解けるようになってもらいたいっていうところもあるんですが、まあ、連続不連続がどういうものなのかとか、あとガウスも入ってきてますので、その辺もぜひね、押さえてもらえたらと思います。では、今回はね、この3もやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。